原圭一原圭一は、フリーランスの日本のアニメ監督、群馬県立林市出身、自らが作品を起こし、絵コンテや脚本を手掛けることが多い。クレヨンしんちゃんの映画や、カッパの空と夏休みなどでは挿入歌の作詞、作曲も担当することがある。群馬県の駄菓子屋を営む家庭に生まれる。4人家族で、妹が1人、両親は映画好きで、 テレビの洋画劇場を親と一緒によく見ていたという。小学校時代は当初は勉強は割とできたものの、次第に追いつけなくなり、授業がつまらなくて眠くなった様子を教師から死んだ魚のような目をしていると評された。その頃から絵を描くことを好み、幼稚園から小学生の頃は好きだったゴジラの絵が大半だったという。もっとも小学生高学年になるとゴジラからは、 自然に離れ、興味がなくなったとのこと。中学生時代には、当初陸上部に入ったが、2年生になった時に、上級生部員が、ほとんどいなくなり、スカウトされて、水泳部に移る。深夜放送や、フォークギターに熱中し、志望校の公立高校には落ちて、滑り止めの私立高校へ進学。原によると、学力の低い不良がかった生徒が多い学校のために、 学校生活に馴染めず、高校には行っていただけと述べている。中学の頃から自転車旅行を始め、高校時代には日本海側からユースホステルに泊まったりしながら群馬まで戻ったこともあった。また、高校1年生の時に見たガンバの冒険に激しく共感したことを後年述べている。美術大学には学力不足で進学できなかったものの、 子供の頃から夢だった絵を描く仕事に就くため、アニメーションの専門学校である東京デザイナー学院へ進学。専門学校時代もピアを片手に名画座に通い詰める。実写映画では、小津安二郎、木下圭ーデビットリーン作品など様々な作品を見て影響を受けた。しかし、アニメ作品は自ら進んでみず、アニメ好きが好んで見るようなアニメとは距離を置いていた。 アニメファンの同級生から、原はどんなアニメが好きなんだと聞かれ、原作も好きだった、サザエさんを挙げると否定されるなど、専門学校時代も、周囲とは、趣味が合わない生活を送る。原は、当時誘われる形で見たアニメ作品に関して、太陽の王子、ホルスの大冒険はそんなに面白いとは思わなかったが、学院の文化祭で見た、動物宝島、パンダコパンダ、 長靴を履いた猫などは、むちゃくちゃ面白かった。あれで僕はアニメーションを見直したと述べている。また、絵の上手な生徒の多さに圧倒されたことも、演出への道を進むきっかけとなったという。東京デザイナー学院卒業後、就職活動で参加した、東京ムービーの見学コースから勝手に抜け出し、ルパン三世演出のミクリア京介に入社を頼む。絵本手を描いてくるようにと言われ、 ルパン三世の完成台本を渡される。1週間か10日ほど後に絵コンテを持参し、数週間後に紹介された CM 制作会社アドックシステムズへ入社する。1年半ほどして黒川慶治郎社長からの紹介で新映動画に入社。最初は怪物んで制作進行を務め、その後、福ちゃんの途中でドラえもんに移動し、演出助手に昇格する。 そして1984年にドラえもんの演出としてデビュー。ドラえもんでの演出を通じて、当時のチーフディレクターだった柴山勤の緻密なコンテの書き込みぶりに影響を受けた。藤子、海、藤尾の漫画が好きで、新映動画に入る前はアニメのドラえもんよりも原作の方が面白いと思っていた原は、ドラえもんの演出となるとついた父コンテを考える。 生活になる。原が担当したドラえもんのいつもより凝った構図は早くも注目され、アニメ雑誌、アニメイジュ1987年2月号に、半ページの扱いで、傑作を続出させる若手演出家として、紹介を受けた。今でこそ、ドラえもんの初代監督であった、前総一郎は、四次元ポケットのスペアという話で、のび太のいたずらに怒ったドラえもんが、 両手に竹コプターを持って、のび太の部屋に突入するシーンを一番の名演出とし、どっかで真似しようと思ったと語っている。なお、2011年7月8日に同エピソードが放送された際、ドラえもんは竹コプターを持たずにのび太の部屋に突入している。お化けの九太郎の絵コンテを何本かやった以外は、数年、ドラえもんに宣念した後、1987年に、 エスパーマビのチーフディレクターとして抜擢され、2年半の長きにわたる仕事を務め上げた。しかし、若さゆえの信頼度の低さが災いして、あちこちからクレームの嵐が来たため、ひどくストレスが溜まった。あと番組、チンプイでもチーフディレクターの打診があったが、マビ終了後に東南アジアに旅行することを決め、チンプイの絵コンテを数本切った後休職する。 旅行は7ヶ月半にわたり、最終的に10ヶ月の休職の後に復帰。復帰後は、チンプイの演出、絵コンテを少し手掛け、そしてあと番組、21エモンの監督となるが、人気が今一つで39話で打ち切りとなった。1992年には、クレヨンしんちゃんが開始。スタッフは、21エモンまでの人材が、ほぼスライドする形であったので、腹もテレビ版。 劇場版の両方で絵コンテや演出などを担当した。当初は新映動画社内でも力を入れていた作品ではなく、上層部からも26回持たせてくれという状態であったが、だんだんと視聴率が上がり、社会現象にまで至るブームとなる。原は最初はやる気が起きなかったが、視聴率が上がるとこの仕事が面白くなってきたと語っている。1996年10月、 本郷光から監督をバトンタッチされ、劇場版も1997年の暗黒たまたま大追跡から監督を務める。2001年の嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲は各方面では大となり、その知名度を高め、さらに翌年2002年の嵐を呼ぶあっぱれ。戦国王合戦ではまたもや各方面で絶賛され、文化庁、 メディア芸術祭アニメーション部門で大賞を受賞。テレビアニメの映画版としては、史上初の受賞であり、特に日本 PTA 全国競技会の子供に見せたくない番組ランキング常連でもある、クレヨンしんちゃんで文化庁から評価を受けたことは話題となった。2003年に劇場版の監督を水島努と交代してからは徐々に関わりを薄くし、2005年、 伝説を呼ぶぶりぶり三分ぽっきり大進撃では、絵コンテに多少関わっている程度となった。交番の理由について、自分が劇場版に関わって10作目と、区切りもいいし、ネタもなんとか絞り出してできたのが、大人帝国と戦国王合戦の2作。これ以上続けても、同じことの繰り返しにしかならないと語っている。テレビアニメの方も2004年7月には、 完全に監督を無藤有事に引き継がせて降板。2003年に映画監督の外フミ美子と知り合い、外史の CG アニメ映画の脚本に抜擢され、実際に脚本を執筆したが、その企画は流れてしまった。そして、名優、モテキヒトシと,と長年温めた企画である劇場映画、カッパの空と夏休みが、 小畜系で2007年7月28日に公開された。この作品について、原はこの20年間でアニメ化したかった作品の第一位であり続けたとコメントしている。原は80年代後半、漫画原作のアニメ化が流星となり、アニメオリジナル作品がないことを嘆いていた。そこで、児童文学作品を読み漁り、出会ったのが、小暮正夫原作の カッパびっくり旅であった。原はアニメ化の許可を得るために小暮の元へ訪れた際、内容を大幅に書き換える旨を伝えた。小暮は空が再び世に出るならとこれを快諾完成の10年ほど前にエニックスが募集するアニメ企画に応募し加策までに至っているが、それ以降の進展はなかった。原は週刊少年チャンピオンにおけるインタビューにて、 クレヨンしんちゃんのテレビシリーズと劇場版を演出や監督として手掛けていた当時、本作をアニメ化することが実現できないと思っていた。そこで本作でやりたいと思っていたアイデアを小出しにしていたと言う。しかし、原のこの作品のアニメ化に対する熱意は変わらず、その後、しんちゃんの成果を見た関係者からやってみましょうと言われ、ついに合インが出された。そして、 5年に及ぶ制作期間を経て世に示す運びとなる。原作者の小暮は完成を目前にした2007年1月に死去。プレスリリース資料やムック本で原は小暮に対して完成が遅れたことへの謝罪と感謝の弁を述べている。戦国大合戦以来5年ぶりの監督最新作として注目された同作も多方面から高い評価を受け、 平成19年度第11回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞したほかアニメ作品では千と千尋の神隠し以来6年ぶりにキネマ巡報ベスト10に選出された2007年3月新鋭動画を退社しフリーに2009年9月には戦国王合戦がバラード名もなき恋の歌として実写映画化されたフリーとなってからの 第一作は森へとの小説カラフルを原作とした同名作品で制作はサンライズ2010年8月21日に全国東方系で公開されたカラフルの映画化の企画はサンライズの内田健治社長から原に提案されたものでサンライズと仕事をするのはこれが初めてとなった同作は2011年6月に開催された第35回 アヌシー国際アニメーション映画祭で長編作品部門の特別賞と観客賞を受賞した。2012年10月26日にリリースされた木下圭介監督の映画、奈良山雪光のデジタルリマスター版ブルーレイディスクに収録されたオリジナル予告編の監督を手掛ける。これについて原は若い頃に木下監督の傑作群を見て以来、常に 木下映画が自分にとっての最高の手本となりました。何度見てもその気持ちは変わりませんとコメントしている。2012年9月28日、木下圭介生誕100年記念映画、始まりの道を自身初の実写作品として手掛ける旨が発表され、同年11月29日にクライクアップの後、2013年6月1日に公開された。 2014年4月、杉浦ひなこ原作の漫画、サルスベリの劇場アニメを2015年公開を前提に、監督として制作予定であることが報じられた。制作は、プロダクション IG。2014年6月に、アヌシー国際アニメーション映画祭で、プロダクション IG のスタッフにより、制作発表会見が開かれた。クライマックスをどうするかは、 最初から決めていて、あとは逆算しておええと、おなおの姉妹関係をオリジナルのエピソードとして随所に入れていこうと思った、と発言している。2015年4月17日に完成披露イベントが開かれ、5月9日に公開された。2015年6月に開かれた第39回、アヌシー国際アニメーション映画祭で、長編部門審査員賞を受賞した。二千十七年の、 第30回東京国際映画祭にて映画監督原敬一の世界と題して特集上映が組まれその中で自身初となるファンタジー映画を制作中であることを明かしたそして2019年1月8日4年ぶりの監督作品となるバースデーワンダーランドが4月公開予定と発表された同作は柏葉雅子の小説地下室からの不思議な旅が 原作で発表に際して原はあらゆる世代に楽しんでもらえる作品を作りたいと思ったのが企画のきっかけです。僕としては初めての本格的なエンターテインメント映画への挑戦となりますとコメントした。アニメ監督の細田守、樋口慎治とはのみ友達でプライベートでも交流がある。本人曰くアニメ界には友達が少ない。また、怠け者で 仕事中でもよく居眠りをするので、スタッフにたびたび叱られることがあるとのこと。たまに会社を休んでは、東南アジアやヨーロッパへ出かける旅行好きでもある。新映動画時代の途中までは、愛好者の先輩社員に誘われて、登山にもしばしば出かけていた。ひ口ち新によると、原はどんなに酒を飲んでも、へっちゃらで、私は寒布泣きまでに叩き飲めされ、夜明けの新宿駅に沈み、 泣いたと記している。携帯電話、パソコンファックスなどといった通信機器は一切所持しない主義である。2005年の矢島明子との対談では、その時点でも自宅の電話が黒電話であると述べている。そのため、腹とコンタクトを取りたい者は非常に苦労することが多いという。浜野保持は初めて会う約束をした際に腹が遅れることもなく、 帝国通りやってきたと記している一方、上記の対談で、原は矢島から、時間厳守してくださいねと言われ、文中に、この対談にも、原圭一は大幅に遅刻したという中記がなされている。あるラジオ番組のゲスト出演で、リスナーから、遠距離恋愛の相手からメールが来ないという悩みの、相談を受け、原は、携帯を持っていないのでその気持ちはわからないが、 手紙で時間と手間をかけて相手に思いを伝えてみたらどうかという発言をしている。ブルーハーツのファン。自ら脚本まで手がけたアニメエスパーマビの第96話俺たちトンビではブルーハーツのポスターが登場する。原は BGM にブルーハーツの曲を使いたいと思っていたが反見の都合で実現しなかった。エスパーマビのイベントでは曲を使えなかった。 悔しさからシーンを無音にして自分で曲をかけながら鑑賞したことを語った。カラフルではブルーハーツの青空をミワがカバーする形でエンディングに使用した。この他にも井上陽水などのフォークや洋楽も愛好している。ファンタジー作品はあまり好まないが宮沢賢治の作品は例外で大人になってから再発見して評価するようになった。 杉井義三郎監督による銀河鉄道の夜のアニメ映画も好きで、ケンジの映像化作品の中で自分が見た中では一番いい、と述べ、高畑勲監督のセロ引きの後手のアニメ映画についても、あれも良かった。ああいうのがあるので、生半可な気分じゃできないと評価している。探偵、ナイトスクープの大ファン、カッパの空と夏休みの大阪キャンペーンで、 ABC の関係者からステッカーと探偵手帳をもらっている。また、NHK の週刊ブックレビューに出演した際には、おすすめ本として、探偵、ナイトスクープアホの遺伝子を紹介している。2004年の浜野保樹との対談では、ここ10年で良かったのは、人狼、人狼とマインドゲームくらいと述べ、理由をちょっと気になるのは見るのですが、 これはすごいぞと思えるのは好みですが、ここのところはあんまりない。何見てもうんざりするというかと話している。人道、人道に関しては、地味な芝居を丹念に描き、アニメの気持ち悪さがないのが良いとしている。腹の言うアニメの気持ち悪さとは、気持ち悪いキャラや、それに合わせて気持ち悪い声を出す声優や、勘違いした演出家などが放つ。 自意識過剰なナルシシズムとかろくでもないものとのこと。この発言について、原は2010年に昔かなりはっきり言ったことがありますけど、実際はそこまで嫌ってるわけじゃないですよと述べている。アニメ声優に関しては、いわゆるアニメ性と、オーバーな演技が苦手だとも語っている。新世紀エヴァンゲリオンにはハマっていたらしく、クレヨンしんちゃん電撃。豚のひずめ大作戦のキャラクター。 お色気の担当声優に、三石琴乃を起用したのも、桂木美里を意識した、キャラ設定を行っていたためで、新之助のことを、新ちゃんと呼んでいるのも、主人公の怒り真二のことを、新ちゃんと呼んでいたことからである。クレヨン新ちゃん嵐を呼ぶ猛烈。大人帝国の逆襲に登場するチャコについて、小林愛の声を見つけたことが、自分のキャスティングの上で大きかったと述べている。 小林についてはガンダムで偶然声を聞き、しんちゃんのスタッフでガンダムに参加していた池畑隆を介してデモテープを聞き決定したという。技術の発達で一人で作ったアニメでもパッケージとして売り物になる時代が来て、そういう道もこれからはあると分かったことは評価しながらも作品の中身が大事と考えており、新海誠の星の声には 僕はついていけなかったと述べている。しばしばアニメより実写向けの人材であると評されることがあるが、なぜアニメ業界に関わるのかと問われると、一生ものの難問だと苦笑しながらも、現実に存在するものを人の手で描くことで生まれる、全く違った味に惹かれている、と答えている。一方、2004年の浜野保持との対談では、僕は構わない。 たまたまアニメを選んで20年以上その現場にいるので、アニメの作り方も大分解買ってきている。アニメ会社に所属し続けているわけですし、それでアニメを作っているということですという発言もしている。松竹映画の木下圭介や小津安二郎といった監督の後継者と東京大学大学院教授の浜野保樹から評された。樋口真嗣は腹を強いトルクを持つ男。 恐ろしい男と評しており、そんな恐ろしい男がいる限り、私はアニメーションに関して手伝い以上の仕事に関わりたくないのであると記している。また細田守は、カッパの空と夏休み、カラフルの両作品において、応援、評価のメッセージを寄せ、それぞれ作品の公式サイトや宣伝素材で紹介された。劇作家の中島和樹から、クレヨンしんちゃんの劇場版について、 本郷みつるがファンタジー SF 思考であるのに対し、原は日常を淡々と描くリアル思考であると評された。ありがとうございます。